はいどうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今日はね、動画出したことないんですが、ちょっとやってみたいなと思います。まあ、いつもね、スキップでやってます。今、75-3。はい、ここまで来てます。で、パーティー A がこんな感じ。はい、で、B がこんな感じです。まあ、特になんかしっかり考えてるとかいうわけじゃないです。まあ普通にスキップでやれるので、まあなんかちょっと負けたりとかするとね、考えようかなと思ってるんですが。はい、とりあえず行きます。ただ B の方もさ、敵の戦闘力一気に上がってきましたよね。最初めちゃくちゃ弱かったんですけどね。戦闘力かなり低かったです、最初は。だいぶ強くなっちゃうじゃん、B。はい、じゃあ戦闘開始。まあなんか参考になるとかね、そういう攻略とかいうわけじゃないです。75-3はこんなんだよっていう、そんな、ね、なんかふんわりした感じで見てもらえたらなと。これね、相手の編成とかでもだいぶ違いますよね、もちろんね。どうなの、北斗百裂拳。あのスキップして、まあターンのとこ出てるじゃないですか。例えばターン8とかさ、だか結構ねかかってる時はかかってるんですよ。だからターン10くらいまでかかってる時もあるので、まあ、相当強いってことですよね、敵がね。まあシャチはね大丈夫っすよね。まあ、バランスよくっていうかね、まあ、若干この A は強めなんですが、B の戦闘力が低かったので、今まで。ただ今見たらめちゃくちゃ上がってましたね、B、敵の戦闘力。まあ、戦力はね、こううまくっていうか、まあ、一応分けてるつもりです。まあ、こっちちょっと強めね。やっぱ、王が硬えな。なんかあれっすね、ちゃんといい勝負してますね。勝てえな。やっぱ相当硬いっすね、これ。めっちゃ時間かかるやん。普通になんか錬気闘座みたいになっとんじゃん、これ。やられたか。いや、チュンリーこっちに持ってきてもいいんですけどね。あ、結構きついじゃん、これ。戦う剣士たちの光を。なんと雷神将。とりあえずオーガが強いっすね。はい、芯持ってかれて、蓮見剣士郎持ってかれる、ギリじゃん。まあいいっすね、これはこれでね、楽しいね。さあ、でもね、復活蓮見剣士郎が何とかしてくれるやろ。少しはやるじゃない、言うやろ。あともうオーガイ持ちますね、これは。かなりダメージ出てます。ただ呪術強え。高烈で耐えてくるか。
我一人として生きて返さぬ。みんなにご加護。さあ、こっから。あ、でもやっぱベガが硬いね。あと復活霞検証が強い。まあこれはいいっすか、スキップで。はい、とりあえず A はまあこんな感じで、次は B っすね。 B はこれです、パーティー。はい、まあ行きましょう。相手のパーティーそんな強くないね。戦闘力が高いですけどね。まあ大丈夫やね。はい、まあ大丈夫です。これで終わり。まあ、こっちも結構いいメンバー揃えてますからね。だこっちのリーダーはケンシロウなんですよ。向こうはカスミケンシロウ。あ、でもやっぱさ硬いっすね敵。さあここは2枚。いや、サウザーもむちゃくちゃ硬い。まあでもこっちの前は大丈夫ですね。さあここ6枚。 OK、 ババ落とした。確実に持ってこ。さあ火力上げて行くぞ。サウザ強いっすね。ここ落とされる。いや、いい勝負してますねこれ。はい、落ちたか。簡単に落ちたね。OK、チュンリが強い。 HP 減ってるやつを確実に狩るって感じ、ね、あ、チュンリ後ろでもいいかもしれないですね。マミヤをね前に出してもいいんですけどね。まずはマミヤのバフから始めるって感じで。あ、でもそれを考えるとチュンリーも先に打ちたいですよね。あぶね。いや、結構持ってかれてますね。チュンリーが強いわ。よし、いいね。はい、まあこれ OK ですかね。じゃあちょっとスキップで。いい勝負でしたね。もう一戦くらい行こうかな。じゃあ次75-4いきます。まあパーティーはこのままで。あ、青貝使ってもいいですね。今ね、錬金術師、ジューザ外したんですよ。ジューザ5歩これ、
何もつけてないっす。で、オーガイ結構ガッチリつけてるので、まあ、オーガイ使ってもいいよね。シンと入れ替えたりとかしてね。まあ、とりあえずこれでいってみるか。あ、でも、これはさ、前が、まあまあ、倒しやすいね。やっぱ、霞ケンシロウの一撃強かったっすね。サウザーあんだけ削ってますからね。パーティー B だと結構きついんですけどね。さあガンガン削ってこう。あ、いいね、いい削り。滑り込んでくる。ギーズがね、きついね。相手の方が強いわ。まあギーズ5分つけてないっていうのもあるんですが、ちょっときついよね。貴様おじ、もうちょい。やっぱパーティーは倒しやすいですね。まあ、霞ケンシロウいるとやっぱ楽っす。まあ、ベガーも霞ケンシロウ復活あるっていうのもいいですよね。まあ、ここで倒されて、まあ、オーガイが強え。危なかったね、竜。まあ、ベガは大丈夫。で、この復活霞ケンシロウがいいね。やっぱこれが。これでも一気に削る。いいね。で、持っていくと。で、サウザー復活。さらばしょー。この俺を倒すことはできない。残ったか。危ない。祈り。極性十字剣はカッハガン。まあ、このターンでいけますかね。ナイス。じゃあパーティー B もやりたいなと思います。はい、じゃあ戦闘開始。あ、そんな強くないね、メンバー。そう、とりあえずジャギ落とそう。はい、問題ない。とりあえず数減らそう。
チュンリーが大活躍。こっちのエースやね。さあバフかけてからケンシロウ。貴様の命は間もなく尽きる。貴様は我が術中にはまった優等赤炎部。ここだ。いいね、決めましたね。まあこれ戦いやすいね。敵弱いですね。これで終わり。でケンシロウでアルフが仕上げてくれるといいね。やっぱ海王も使いやすいですね。トーキダウンがいいね。はい、まあこれは問題なかったですね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。まあまたあげるかもしれないです動画。ご視聴ありがとうございました。